日野城は吉備高原の南端に位置し、標高397メートルの日野城山の山頂部に建てられた古代山城です。白村江の戦いで唐・新羅連合軍に敗北したことを受けて、大和朝廷が防衛の一つに築いたともされていますが、日野城は史書に記載がなく、詳しい築城理由、築城主など不明の城となっています。日野城は山頂部を鉢巻きのように城壁が囲む造りとなっています。城内の面積は約30ヘクタール、実に東京ドーム6個分にも相当する規模となっています。日野城の西門は発掘調査をもとに復元されました。巨大な城門だったことが分かっています。城壁の外側と内側に沿って広範囲で敷石がなされていました。城壁の長さは実に 2.8 キロに及びます。南門も西門同様、柱の一辺は60センチ角だったとされています。城内では礎石建物跡が7棟、のろし場、火事遺構など山城に必要な設備が多数発掘されました。天候状態が良ければ瀬戸内海も見ることができます。2006年には日本百名城に選定されました。現在は地元の方の散策スポットにも利用され、全国の城ファンにも愛される城として生き続けています。